皆さん、こんにちは、モノモースです。今日は、大相撲春場所で起きた信じられないような出来事についてお話ししたいと思います。110年ぶりの快挙、それは新入幕のミコ富士選手が達成した、新入幕ぐい、です。さらに驚かされるのは、所要10場所での初優勝という史上最速の記録を打ち立てたこと。このニュースはただのスポーツ報道ではなく、私たちにとって大きなインスピレーションを与えてくれます。ミコ富士選手の道のりは決して平坦ではありませんでした。優勝目線での右足負傷という悲運にも見舞われ、 は車椅子での移動を余儀なくされるほどしかしそんな傷のに超へ選手楽では笑顔で土俵に立ち見事な勝利を収めましたこれはただの勝利ではなく絶対に諦めない精神の象徴と言えるでしょう美琴富士選手はさらに関東賞技能賞と優勝した場合に得られるスクーン賞まで獲得し史上6人目の3賞ソナメという快挙も成し遂げました一人で3賞を独占するのは非常に珍しいことでこれもまた美琴富士選手の実力の証ですここで私が皆さんに伝えたいのは美琴富士選手の信念や精神 精神力がいかに大切かということ彼は自身の限界を乗り越え歴史を塗り替えましたこれは私たちにとってどんな困難にも立ち向かいそれを乗り越えることができるという大きなメッセージです一部では怪我をしながらも土俵に上がり続けることに対する批判もあるかもしれませんしかし私はミコトフシ選手の行動が彼自身と相撲に対する深い愛と尊敬を示していると信じています私たちにできるのは彼の精神力と努力を称賛し学び終えることだけです終わりにミコトフシ選手の快挙は私たちに夢を与え 可能性を広げてくれます。彼のように私たちも自分の道を信じ、挑戦し続ければ、いつか大きな成果を達成できると信じています。この教訓を心に刻み、前に進みましょう。それでは今日はこの辺りで、モノモースでした。さようなら。